皆さんこんにちは。7月25日木曜日、リビングライフの時間です。私は救世軍の浅澤義人と言います。今日も皆さんと一緒に御言葉から力を受けていきましょう。今日の聖書箇所は列王記第2、15章27節から38節。テーマは当事者によって全く異なる国の未来です。列王記第2、15章27節から38節。ユダの王アザルヤの第52年に、レマルヤの子ペカがサマリアでイスラエルの王となり、20年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤロブアムの罪から離れなかった。イスラエルの王ペカの時代に、アッシリアの王ティグラとピレセルが来て、イオン、アベルベテマーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツォル、ギルアデ、ガリラやナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した。その時、エラの子ホセアは、レマルヤの子ペカに対して謀反を企て、彼を撃ち殺して、ウジヤの子ヨタムの第20年に、彼に代わって王となった。ペカについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのことは、イスラエルの王の歴代史にまさしく記されている。イスラエルの王レマルヤの子ペカの第2年に、ユダの王ウジヤの子ヨタムが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて父ウジヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。ただし、高きところは取り除かれなかった。民はなおも、高きところで生贄を捧げたり、犠牲を備えたりしていた。彼は、主の宮の神の門を建てた。ヨタムが行ったその他の事柄、それは、ユダの王の歴代史に、確かに記されている。その頃、主はアラムの王レチンとレマルヤの子ペカをユダに対して送り始められた。ヨタムは先祖と共に眠りにつき、先祖と共にその父ダビデの町に葬られた。彼の子アハズが代わって王となった。今日の箇所にヨタムという王様が出てきます。このヨタムという王様はどういう王様だったのか、今日の箇所の34節に、彼はすべて父ウジヤが行った通りに主の目にかなうことを行ったと記されています。ここにすべて主の目にかなうことを行ったと。前の、歴代の王様というのは主の目に、悪い王様、ということが書かれています。この27節から31節を見ていても、罪を犯して、主の目に、悪であることを行って、で悪いからこそもういろんな敵が来ても本当に自分の利益だけを求めて、行ったと、自分本位な、王様が出てきます。またその前の王様も主の目にかなう王様ということが記されていますけれども、でもこのヨタムのようにすべて父ウジヤが行った通りに主の目にかなうことを行ったすべてと書かれていることは稀なわけなんですよね。では彼が完全完璧なものだったのか、
神様の目から見たら、完全完璧だったのかというと、35節を見ると、あ、高きところを取り除かなかったと、そういうことが彼にもあったんだということがわかります。しかしこの全てというのは完全完璧を指しているわけではない。このヨタムが神様の目にあってどのような道を歩んでいったのかが、私たち気づかされるのかなと思います。歴代史の第2のところに、このヨタムのことが書かれていますけれども、どのようなことが書かれているか、それは彼は自分の神、主の道を、確かな自分の道をこの主によって確かなものにしていったということが書かれています。確かなものに、ものとして歩んでいった、確かなもの、この確かなものを別訳で何て言うかというと、たゆまずということが記されています。主の目に彼はたゆまず歩んでいったということが、このすべて主の目に、主の目にかなうことを行ったに匹敵するのかなと、等しくなるのかなと思います。ある教会の牧師といろいろと話したことがあります。その教会の教会はですね、とっても人が大勢いてですね、まあ、やることなすこと、まあ、すごいビジョンにあふれていて、でもう賛美のリードに関しても、また礼拝の進行に関してもすごいきらびやかで、さぞですね、もう日頃からもうきらびやかにやっているんだろうなと、まあ、お金も相当かけているんだろうなということがわかる。まあ、はたから見ると、まあまあ、うちの教会ではできないよなっていうことを思わされてしまうことが、まあ、失礼ながら思ってしまったわけなんですよ。でもその牧師と話していく中で、牧師がこういうことを言っていまして、僕がですね、この牧師に、こんなきらびやかにお金かけてすごいですねって言ったらですね、その牧師はこういうふうに僕に答えてくれたんですね。いや違うんだよ、私たち日頃もう地味なほど、もうただただ聖書をみんなで読んで分かち合う、ただただ単純にそのことを繰り返し繰り返しやっているんだっていうことを言って教えてくれたんですね。この牧師が言った地道、地味なこと、そういう言葉が僕にはすごく深く、教えられて、深く私自身心に留まった言葉でもあります。地味だけども日々コツ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 、私たち日頃の信仰生活を考えると、いろんな証の、YouTube だったり、またどっかの聖会に行くと、証を聞いたりメッセージを聞くと、何かちょっと自分とは違うスケールの大きい信仰なのかなと、そしてまた思うわけなんですよね。神様はこのようなスケールの大きい証、メッセージ、信仰が喜ばれると思ってしまうことがたびたびある、そしてたびたび錯覚してしまうことなのではないでしょうか。しかしこのヨタムから学ぶことは、確かなもの、たゆまず地味だけど地道に歩んでいく、主の御心に沿って地道に歩んでいく、それなのではないでしょうか。主は決して華やかさだけを喜ばれるわけではない。私たちのこのたゆまず、地味だけど地道に主に祈り求めていく、この姿勢を喜ばれていくわけなんです。4月にリビングライフの対面集会でも、ある姉妹が朝4時起きたらリビングライフを聞いて、仕事をしながらだけどもこのリビングライフを聞いて、毎日主から励ましを受けてやっているんですと、
また通勤の途中で聞きながらたゆまずやっていってるんです。そういう証を伺うことができました。ああ、これこそ本当に神様は喜ばれていく、地味だけれども、でも地道にこの主が言われていることをコツコツやっていくことっていうのは本当に私たちの信仰を形成していくものなんだなということを私自身が教えられております。今日もどうでしょうか、皆さん。地味かもしれないけども、でもたゆまず地道にコツコツこの主が言われていること、主がなせと言われていることに耳を傾けていくものでありたいなと。その我らをこの天で主は大いに祝福しようとして、喜びを注ごうとしているということを今日一日実感していきたいなと思います。皆さんいかがでしょうか。改めて当たり前なんですけれども、でももう一度地味だけど地道にたゆまず主の御言葉を聞いて歩んでいく、これをコツコツやっていくことで私たち信仰、自分自身の信仰が形成されていき、そして主の御言葉、主の御声というものがより近くになって歩んでいけるのではないでしょうか。そのことを覚えて一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。このヨタムの王様からたゆまず歩んでいくということ、私たちの主あなたは私たちに華やかさだったり、また大胆さだったり、それも求めますけれども、でも日々のこの生活の中でたゆまずコツコツと私たちと共に歩んでほしいと願っていることを教えてくださりありがとうございます。どうか今日の一日、あなたが私たちにどのようなことをしてくださるのか、この御言葉から地道だけれども私たちたゆまずあなたに祈り求めていくことができますように、そしてその中で大きなあなたからの祝福をいただいて、ああ、あなたはまさに生きている、まさに私のこの家に、この職場にご臨在してくださる主なんだということを実感する一日でありますようにお導きください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。